えー、今日はこのシンポジウムのお誘いをいただきまして一体何の話をすればいいのかというふうにずっと迷っておりました。大体私はあの当日になってスライドを組み直して何を話をするかって皆さんの顔を色見て決めるた,たちなんですが今日は先に人質でデータを取ら,取られてしまいましたのでそういうわけにもいかずにあの まあ、あの最初の予定のとおりのお話をしようと思います。えー、っと、まあ、今日いろんなあのお話が出てまいりますけれどもあの、まあ、データとはそもそも何であるか、えー、私がその最初にどんな話をしたらいいのか困ったというのはまさにここでやります、えー、データって口に言いますけれどもおそらく皆さんが頭の中に思い描いていらっしゃるデータって人によって全く違うだろうと思われるわけです。 で、まあ、それを一遍少し、まあ、無謀は承知で、無謀は承知で少し整理してみてはどうかと。まあ、あの今日、今ご覧に入れておりますのは、あのまあ、こういうものに皆さんどんどん加筆をしていただいて、あのもっとましなものにしていただければという、そういうつもりで申し上げておりますけれども、一応、まあ、被、えー、学と厚かましいのを棚にあまして、ちょっとあのこういうふうに整理をしてみたというものをご覧に入れたいと思います、えーまあ、その 学問,の学問の種類をですね、まあ、ここでは、認識科学とプログラム科学と、それから設計科学というふうに分けました、まあ、これはあの一番最初の北川先生のご講演に従って申し上げると、そうですね、一番左側のその認識科学というのは、言ってみたら現象の解明に相当する、それからプログラム科学というのは、少し違っておりますけれども、予測に該当する。 それから一番右側の設計科学というのは、これはおそらくその意思決定に関係をする、まあそういうふうな種類の学問というふうに分けて、まあ、考えてみたいと思います。もっともこの分け方はあの私がこういうふうに分けたというわけではなくて、日本学術会議も90年代の後半に新しい学術の体系というこういうプログラムを走らせまして、そこであのいろいろと検討された結果、こういう3つのグループにお分けになったと。まあ、それに準拠をしております。 でそれぞれの学問が何をやってるかとって見てみますと、まあ、例えばでありますけれどもどういうものを探究するか見てみますと年収科学というのは、まあ、おそらく法則の探究に相当するだろうとそれからプログラム科学というのはそのプログラム、まあ、具体的に言いますと例えばそのゲノムがそうでありますあるいはその法,法ですね法律の法ですがこういうものがそのプログラムに相当するだろうというふうに思われるそれから一番右側の設計科学でありますが これはあの従来あまりこれを科学とは呼んでこなかったわけでありますけれどもこれはあの価値概念を含んでおりますえつまりその何が原理かというのではなくてそのあるべきものを探求するというのが日式化設計科学というふうに申し上げてよいのではないかと思います。 先ほどの八浦先生のお話にあの世が出てまいりました、まあ、あの世がサイエンスの言葉で出てくるって私びっくりいたしますけどそれはあの,あの世というのをまあ一つのあるべきあの世みたいなものを描いていらっしゃるわけでまあそういうふうに考えると整理がしやすいかなというふうに思って見ておりました。さあそういうふうなあの一応この分類をあの受け入れたといたしましてそれでは我々が持っているデータというのはどういうふうになるんだろうかというふうにこう考えてみますと。 少し乱暴な当てはめ方をいたしますと上から3行目にあるようなそういうような記載ができるのではないかと思います。でさらにコンテンツそのデータを構成するコンテンツですねを眺めてみるとそういう意味で考えてみますとこの認識科学に相当するとこのコンテンツっていうのは比較的一様ですねあの割と簡単な言語で書くことができる。 あるいは全部数字にしてしまうことができるアルファベットに置き換えることができる、まあ、このようなものが、まあ、多い全部がそうだとは申しませんけどそういうようなものでありますが一番右端の設計科学に行ってみますとこれがまあ全く多様であります、えー、中にはまあ画像のようなものもありましょうしそれからまあ最近話題になっておりますその文字ですねその文字というよりも活字になっている文字ではないあの崩し字というやつがございます。 えー、まあ、あの、私なども全く読めないわけでありますけども、最近あれを自動的に翻訳する機会も現れたりしておりますけれども、しかし、そうは言いつつも、あの、活字は読めますけれども、あの、手で書いたくずし字っていうのは、まだなかなか読めない。そりゃそうですよね。字のきれいな人と下手な人がある、あの、皆さん、あの、手紙を直筆でお書きになって、えー、周りの人が読めるかどうかって、読めない、いっぱい出てくるわけですね。こういう問題もありますので。 そういうふうに考えてみるとそのコンテンツの種類というのはまあ多様である、まあ、というようなですねさまざまな分類をしてやることがまあ可能でありますで今日私が一番申し上げたいのはその一番下の欄、えー、誰がそのデータを持っているか本来データというのは誰のものか、まあ、そういう正確なお話でございますでそのお話をする前に一つだけあのー 一つの例ととししてここういういいい話ををすることをお許しくださいあの実は私いは私若頃遺伝学をやっております、まあ、遺伝学と言い,いましてもその親の性質がここにどういうふうに伝わっていくかというその原理のところを研究しているっていうのではなくて、まあ、遺伝資源学と申しましょうかあの世界各地にあるいろいろなタイプの生き物の、まあ、持っている遺伝情報をとにかく集めてみる、まあ、生物多様性に相当する分野でありますけれどもそれを どういうふうにしてその未来社会にうまく生かしていくか、まあ、要するに遺伝資源の分野であります、まあ、こういうことを考えてまいりました。私たちが研究を始めた80年代には例えば東南アジアの国に行って遺伝資源を調査するというのは非常に楽でした。あのその国のカウンターパートを連れて行って、まあ、私ももう本当に好きなところに入っていって調査を散々させてもらいました。でその時の時 その研究のための原理は何であったかというと遺伝資源というののののはみんなのもんだ人類共有それでまあその,あの人類のためにというそういうあの看板を背負いまして私どもも世界の各地に入っていっていろんな遺伝資源を収集したわけでありますが、うん、90年代に入る頃からでありましょうかだんだんそれが厳しくなってまいります。 えー、1991年でしたか2年でしたかあのブルントラントさんというあのノルウェーですかね総理大臣をなすった方が「持続可能な発展」という言葉を使った頃から特に途上国の研究者あるいは途上国の人々の間からクレームがいっぱい来るようになった。あんたたち先進国の人間は遺伝資源をたくさん集めてこれは人類共通の財産だと言ってしかしその便益に興したのは誰か先進国あなた方だけでしょ えー、途上国には何のいいこともなかった、まあ、こういう言い方であの我々は随分とこういじめられるというかもうアキューズをされるわけであります。まあ、しかしこれはあの正当なアキューズというべきでありましてまあ事実それからはあのいろんな調査がだんだんとやりにくくなりました。えー、つまり遺伝子資源は全人類共通の財産であるというこういう原則が崩れたということになります。で私はこの,あの流れをずっと 目撃をししてておりましてこの議論はコモンズの議論とよく似ているなということを思うこといいますまあコモンズっていうのはあの経済学の言葉であのご存知の方もご存知でない方もいらっしゃろうと思いますけれどもまあコモンズというものはその世界にあまたある資源の中であの共通のものみんなのものこれがあのコモンズの言葉の意味合いでありますところがこのコモンズはみんなのものだからということで 全くオープンアクセスにするとどういうことが起きるかといいますとまあさまざまなことが起きますこれは資源が劣化するというのがあのまあ今多くの経済学者が言っていることでありますこれはコモンズの悲劇というふうに呼んだりもしておりますあの日本人にとって分かりやすい例で申しますとどなたが言ったのか忘れちゃったのでまああの出典は明らかではないのですが例えばあるところでお祭りをしたとする。 みんながお酒を奉納するその時にのしに自分の名前を付けて奉納する場合にはまあみんないいものは持っていくわけですがじゃあもう今日からはあのこれみんなあの名前なしにしようコモンズにしよう夜のうちにおみきを持って神社のところに置いておけというふうなそういう約束事をしたとします。いや実際そういう例,例があったのかもしれませんがその結果何が起きたか。お祭りがが終わって名裏が始まってて名始ま さあみんなで乾杯だというふうになった時にお酒を飲んでみたら水だったつまりみんな自分一人ぐらい水を奉納したって分からんだろうというふうに思って誰かがお酒の代わりに水を持って行ったんですねところが実はみんな同じことを考えたつまり誰のものでもないその所有というタグを外すとですね そういういことが起こるでこるれはデータの場合にもそれと同じことがいやひょっとして起きやせんか起きるのではないかというそういう、まあ、懸念が全くないわけではない,い私はあのデータをオープン化するなと言ってるわけではなくてそういうことがありうるのがデータであるからこれをさまざまな種類のデータをオープン化しようとするときにやっぱりいろいろな予測が必要いろいろな歯止めが必要。 で少子化であろう混乱に対するまあいろいろな手当てが必要そういうことをやらやらないといけないということをまあ申し上げているわけでありましてあの何も、えー、上質がやっていらっしゃることにあのケチをつけているわけではございませんのであの誤解がないようにお願いいたしますはい少し余計なことも申しましたけれども、えー、例えば人文系のデータにどのようなものがあるかまあこの所有権との関係で 一つ二つ二話をしてみたいと思いいますろいろな特質がございますがあの人文系のデータで、まあ、今でも世の中に出回っているもの皆さんすぐに思いつかれるもので考えてみましてもそのデータが作られた時期は新しいものから古いものままでございます古いす古ものになると、まあ、日本だけを考えましても、まあ、1,000年ぐらい前のもの「源氏物語」なんてそうです、ね、この間1,000年の,あの記念シンポジウムをやったりいたしました。 で,それだけ古いですからあのしかしこれ「源氏物語」って皆さん知ってるわけでこれ何かというとあのそういう古い人文学のデータっていうのはあのもう十分オープンになってますただデジタルになってないというだけなんですね、まあ、その一点はありますけれどもよくあの人文学の研究データっていうのはなかなかオープン化が進んでいないなんてことを言いますけれどもそれはあの私は必ずいうそこではないオープンになっているというふうに言っていいと思います。ただ図書館に行かないといけないいいとけ それぐらいい言ってくださいよ別に自分のデスクトップの上で見ないといけないというもんでも必ずしもないじゃないですか、まあ言ってしまえばあの結構オープンになってまあそういうものがございますとにかくまあ古いものから新しいものまでいろいろだということでありますそれからまあ2番目二、まあ、番目はもう先ほど申しましたがこの3番目の問題4番目の問題ですねこれをちょっと今日は少し皆さんにぜひお考えをいただければと思っております 権利関係が非常に複雑でありま,す、えー、まあ権利なんていうのはデータにとって付随,付随的なもんじゃないかと思われるかもしれませんけ実はですねこれがそうでもなくてあのその人文系のデータがある種の人文系のデータが持っているデータっていうのもその権利そのものなわけですね。えーまあとでその具体的な例もお話をしますけれども、まあ、こういうふうな特質があるものである。 オープン化してでどうやって社会的に混乱が起きないようにうまくオープン化していくかということを我々は迫られていると申し上げておこうと思います。えー、もう一つあのいくつかあもう一つの事例をご紹介したいと思います。あのあ私どもは人間文化研究機構と申しますが、えー、ロゴマークを持っておりましてこういう字なんですこれ丸の中に仁という字が書いてあります。 これあの実はこの字を書いたのこれ誰,誰がこの字を書いたかご存知でいらっしゃいますか、まあ、そんなこと聞いても知りませんよねそんなこと知ったことかと言われると思いますがこれ実は空海が書いた空海というあの例の,あの構想がこれもおよそ1,000年前ですね1,000年前に「座右の銘」という書を残しておりますでその現物が高野山に残ってるんですでその中の一文字を我々借りてきまして これ借りるたために大変だったんですよとにかく許諾を売るのがものすごく大変なんです。で、高野山まで行ってもとにかくもう頼み込んで頼み込んでこの字を使ってよろしいというふうにしてもらったんですが、まあ、この辺をなんとかしてもらいたいというのは私皆さんと同じ気持ちでありまして早くーオープンにしろと言いたいのですがまあまあともかくこの「ンという字を使ってあのロゴマークにしております。えー。NIHU とパソコンに入力をしていただきますと。 我々の機構のホームページに行きますのでご関心の方はどうぞご覧くださいでまあ一つの例と申しましたのこれ今何を我々計画しているかと申しますと1995年でしたでしょうか阪神・淡路大震災それから2011年の東日本大震災の時に大量の文化財が被災をいたしますで放っておくと大変なことになるいうので文化財レスキューという事業を始めましたでそのレスキューされる文化財の中には大量の文書 これを各国立大学がそのレスキューの最後に当たっていらっしゃいますのでこういうものを全部ネットワーク化してそしてそのデータの一部をちゃんとデジタル化してそれを公開をするそういうことによってコンテンテツを報告する同時にそのコンテンツそこに書かれていることをみんなで研究して読めるようにしてそれをその未来社会に役に立てていくそういうふうにあのすることができないかと。 いうこ,とでまあ、こういうよういよな事業を始めたりもしておりますえす、ー、同じようにその歴史関係の文書というのはとにかく膨大でありましてその世界にどれぐらいの文書が残っているかって分かんないんですあの。東京の立川に国文学研究資料館というあの私どもの機関の一つがございますがその地下1階のフロアは全部その古い時代の文書で もう,もういいっぱいなんです今でもいろんなものが持ち込まれてもうほとんど飽和状態なんですけれどもまだ日本にはあるいは世界には古い時代に残された文字がどれだけあるかというのは分かりません。それらはある意味で非常に貴重な財産でありますからこれをとにかく持ってきて集めてデジタル化してそれを片っ端に公開していくということができればいいなと今そういう話をしているところであります。それがですね なかなかうまくいかないんです。これ皆さんのお知恵をした例えばこういうことがあります。何々家の文字を頂戴しました。ありがたく排除します。ありがたくお預かりします。ついてはこれを画像として撮って公開してよろしいかと。と所有者の方は対外の方が首を横に振ります。やだ。なぜか。私もその文字を読んだことがない。 何書いいてあるか分かんないひょっとすると自分たちの祖先が悪いことをした記録がそこに残ってるかもしれない,い。皆さんこれ笑われますけどね持ってる人にとってみたらこれやっぱりあの本質的問題なんですよ。それがもとで隣のうちとの関係が悪くなって裁判にでもなったら大変だこう言われますとそうかと簡単には言えないところがあるわけですね。 で同じように、まあ、ある人が絵を持っていた、まあ、あのオープンデータのこのオープン化の対象っていうのはあのこういう会社のものなんか一応除外できるでしょうから、まあ、そこまで考えなくてもいいのかもしれませんが、まあ、しかし研究機関にも大量の画像があの保管されたりしております民間でも持っていらっしゃる方がいらっしゃいますでそういうものの,その所在の情報なりその絵そのものを公開をいたしますとあいつは時価何億円の絵を持っているらしいと。 税務署は黙ってませんこういう問題が生じるということも考えなくちゃならないそれからこれはあの私自身が経験したことでありますけれども、まあ、あの東南アジアのいろんな国に行って調査をします宗教上の関係それからあの習慣上の関係が非常にセンシティブな土地がありますそこに行って何か調査をするインタビューをするいろんなことを教えてくれます教えてくれますがこの情報の提供先は絶対に言ってくれるなと。 こういうことを条件として言われることがあります私も数年前にあの食品偽造の事件でもって、えー、ある会社が牛肉ハンバーグの中に豚肉を入れてあるそういう事例を見つけましてこれ発表したことがありますが、えー、次の日に猿筋の方から脅迫電話をもらいます。先生どこまで知った犯人やこれねあなたはどこまで知ってるかと言われるよう迫力がありますよ <laughs> それで私は困ったなと思ったんですが、えー、こういうふうに切り替えしました、えー、日本であんたは私を脅迫したつもりかもしらんけどこれ東南アジアに行って別な宗教の国でそんなことを言ったらつまり牛肉ハンバーグの中に豚肉を混ぜたらあんたの命がないよそういう国はいっぱいあるわけですね。ですから我々が扱っているデータの中にはそういう種類のものが含まれている。 でこういうものについてはやっぱりその取り扱いについては慎重にならざるを得ないわけであります。えー、ゲノムの情報は桂先生いらっしゃいますけどもっともっとセンシティブですよね。えー、私は私が持っているミトコンドリア DNA の D ループの配列は知ってますけれども私が私の D ループの配列を持っていても一線の金にもならんのですがこういうデータが大量に集まってしかも 個人の病歴のデータが大量に集まってそれがリンクするとどうなるかこれが保険屋に流れると大変なことになります。あんたの保険料率を上げるからと言われたらもうすぐ死ぬのかなと思わなきゃならない、まあ、そういうようなことがそのデータの中にはついて回っているわけですね。これをどういうふうにしようかというのがやはり頭が痛いなというふうに思っております。えー もう一つ二つ二申し上げますあのじゃあ所有権そのまあ場合個人情報なんかともかくとしてその所有権の問題なんていうのはもうあのチャラにしたらいいじゃないかというそういうお考えもあろうかと思いますが、うん、これがですねやっぱりその例えば1,000年前の文書が現在に残ってきた背景を考えますとそれはやっぱり誰かがお家の宝として持ってきたから今に。 伝わわっているわけですねそういうことを考えますとあながち所有権はいらないというふうには言えないということがあります。それからもう一つオープンデータは安全化、えー、まあその先ほどコモンズの例を引き合いに出しました全くオープンアクセスにしたその情報のクオリティはどう守れるかという問題もありますしそれからその誰がこれを管理するか特に公が管理して安全化。えー 国やまあ、国家の機関がいつでもデータの安全なる保全質の維持にいつも熱心かこれはね私はあんまり信用できないかなと思わんではないですね。まああの冗談はともかくといたしましてもうこれは歴史が物語っておりますけれども誰かが命をかけて集めた膨大なデータは例えば中国などでは 王権が交代するとそれらは必ず廃棄される運命になります。まあこういうことも考えておかないといかんのではない。したがって何かそういう安全な方法を考える必要があるんですね。はい、自然科学のデータも例外ではないと私は思います。まあこれはあの皆さんがもうよくご存知のことだと思いますけれども、まあ例えばハザードマップ、えー、発難層はどこにあるか。まあ発難所ぐらいだったらいいんですけども。 最近問題になりましたその土石流の発生の危機リスクを示したようなハザードマップを出しますと地域住民の中には必ず反対する人が出てきます。出されると地下が下がるとがからですこういう問題がある。それから先ほどの個人のゲノム情報は先ほど申し上げたとおりですこれもなかなか厄介な問題。それからあの生物の分野で言いますと気象動物気象植物がどこにあるかというようなデータこれはあのもうあのビッグデータの中にいくらでも転がっていますけれども。 これがあの全く完全にオープンになってしまいますと、それらの動植物をかえって危険にさらすことになりかねないマニアが取りに行くわけですよね。だからこんなような問題がまあ要するに人間というのはそういうもんだ、まあ人文学というのはそういうものを扱っているわけでありますけれども、そういうようなことを考えますとまあいささか失くはなりますけれども、そのデータの あり方データの保存の仕方集め方管理の仕方その安全の配慮こういうものをやっぱり少し今のうちから真面目に考えておくそういう仕掛けが同時に必要ではないかというふうに思っておりましてこれはあの多分人文学の,あのやるべき仕事の一つだと思いますがそのビッグデータ時代の到来に備えましてあの情報システム研究機構さんとは是非私どもは協力をしてですね こういうふうな問題にも積極的にあのタグしていきたいと思っております。それがあの本当の意味での人類のへの貢献ということになるんだろうと思います。それから最後、今日の私のお話の最後です。あの私の前の先生のお話と次の先生のお話は非常に有益な話でありますが、えー、私の話が真ん中に挟まっておりますので、この真ん中で息を抜けなさいとそういうことでありまして。 皆さん、どうぞお気軽にいただければ結構ですが、最後にこういうことを申し上げておきたいと思います。今、私たちはこうデータを集めたり、データをこうそのマイニングすることにきゅうきゅうとしております。まあ、それだけ世の中が急激に変わっているということです。まだ5分30秒ありますえ、国文学研究資料館があるプロジェクトの一環で、 えっと、ふみという、そういうニュースレターを出しております。え、二千十七年の一月号に、えっ、ー、と。情報、情報研の足立先生いらっしゃいますか?。が。あの、記事を寄せておいでになって、その中で。あの、イギリスの詩人。エリオットという人の。詩を引用していらっしゃいます。これはなかなか、あの、含蓄のある。あの、名文でございまして、私も早速、この場で。 披露させていただいて私の話の終わりにしたいと思っています。いや、博学なのは足立先生で私じゃありません、えー。このエリオットがですね、コーラス・イズ・プロー・ザ・ロックという詩を書いているで。その前半の部分にこういう文句,文句が出てきます。Where is the life?We have lost in living.Where is the wisdom?We have lost in knowledge.Where is knowledge? We have lost in えー、いかがでしょうか私の発音が悪かったので意味が十分に取れなかったという方のために、えー、一言私の宙を付け加えさせていただきますと私たちは今データをどうするかということについて救急としているしかしデータを集めてデータを解析して学問をやるそれは何のためかそのことに救急として我々は知識の構築ということをおろさかにはしていないか知識の構築をする その背景にあるそのウィズダムですね知恵のようなものそういうようなものを大事にするということを忘れていないかもっと上までいきますと要するにこれはその人が生きるとはどういうことか多分学問とはどういうことかということにつながると思いますけれどもそういうことをやっぱり忘れてはならん先ほど北川先生のお話の中に AI のことが出てきました AI の この発達によってなくなる触手がこのままいくとですね研究者っていうのは一番先に AI にとって代わられるいやそういう時代が来ないように私たちはやっぱり私たちにしかできないようなことを考えるというそういう,こうデータの扱い研究の進め方ということも考えつつ大量ビッグデータ時代をどういうふうに迎えるかということを共に考えてみたいと思っております。 あと2分50秒ありますがそれはもう討論の時間ということで私の,あの漫談はこれぐらいで終わりにさせていただきます。